タルギアサバイブ TGS 2016プレイデモ。これよりメタルギアサバイブの最新ゲームプレイ映像をお届けする。メタルギアサバイブはメタルギアソリッド5ファントムペイン同様、ミッションをクリアすることでストーリーが進行していく。今回はその一部である協力ミッションを紹介しよう。メタルギアサバイブは異世界に飛ばされたマザーベースの兵士たちが元の世界に戻るためにサバイブする物語である。この世界にはワームホールを通じて様々な世界から物や人が流れ着く。彼らは素材を集め、道具を作り、あらゆるものを利用して元の世界に帰る方法を探し求める。本ミッションの目的は特殊なワームホールの発生地点に発信機を設置し、救難信号を送ることだ。目的地をマークする。今回は2つのチームに分かれて潜入する。俺についてこい。承知した。幸運を祈る。こうすることで素材を効率的に回収することが可能となるだろう。クリーチャーだ。この世界で最も頻繁に遭遇する敵となる。頭部が欠損しているな。視界は悪そうだ。複数の敵に正面から向かうのは危険だ。疑似餌を使ってみよう。音と匂いによってうまく疑似餌におびき寄せることができた。背中のコブはクリーチャーの弱点だ。ここを破壊すれば即死させることができる。メタルギアサバイブでは敵クリーチャーも素材として利用することができる。回収しておこう。 MGS5 でも活躍したワームホール回収装置を使う。目的地へ行く前に建物内部の素材を回収する。入り口の前にクリーチャーが一体。仲間と協力して排除しよう。このような状況ではスリングショットが有効だ。不意打ちで角に当てれば数秒間意識を奪うことができる。うまくいった。このように地形を利用して敵を倒すことも可能だ。素材を回収する。この後役に立つだろう。別行動中の先行チームはどうしているだろうか。状況を確認しよう。先行したチームも素材を集めながら潜入中だ。クリーチャーたちがいるな。気づかれないように進もう。前方にクリーチャーだ。足を怪我したようだな。怪我は種類によってさまざまなデメリットが生じる。急いで治療しなければならない。治療には専用のアイテムが必要となる。素材を集めアイテムを作ることはメタルギアサバイブのミッション攻略において極めて重要となる。治療が完了した。ミッション継続だ。目的地までもう少しだ。目的地は目の前だが、何体かのクリーチャーが行く手を阻んでいる。あんなところに羊が。彼もこの世界に飛ばされてきたのだろうか。同じ漂流者のよしみだ。
ここは彼に役立ってもらうことにしよう。これは MGS5 のマルチ対戦モードであるメタルギアオンラインでも登場したフルトンキャノン。仲間が羊を追い立ててくれた。捕獲成功。ところでこの世界には回収ヘリはやってこない。すまないが、しばらくそうして浮かんでいてくれ。羊の声におびき寄せられて、クリーチャーたちが一箇所に集まった。まとめて倒すことができた。彼にはベースキャンプでゆっくりしてもらう。あれが今回の目的地だ。敵の数が多い。発信機を安全に設置するには全て排除しなければならない。マーカーを設置し、集合の合図を送る。こっちだ。集合の合図が届いた。急いで合流だ。これよりクリーチャーを排除し、目的地を確保する。ゴーゴーゴー。クリア、クリア、クリア。目的地の確保に成功した。これより作戦は第二段階へと進む。これまでの潜入ミッションから発信機を敵の襲撃より守る防衛ミッションへと移行する。発信機を設置する。発信機はワームホール技術を利用して転送される。救難信号の発信開始。見晴らしのいい位置から周囲を警戒する。ワームホールから段ボールが出現。回収して。承知。仲間の一人が確保に向かう。この方向から来る。カバーチェル。発信機によって活性化したワームホールのエネルギーに惹かれ、クリーチャーたちが集まってきた。救難信号を発信する間、発信機を防衛する。ここを塞いで。仲間から防衛の要請があった。指定の場所に向かう。フェンスなど防衛ユニットもワームホールを利用して転送設置できる。ユニットは防衛に最適な場所を自由に選んで設置可能だ。他の仲間の状況はどうだろうか。ダンボールの回収に向かった仲間だ。ミッション中はただ戦うだけでなく、このように様々な役割を分担することもできる。良い素材が手に入ったようだ。無事守りきることができた。だが次の襲撃が迫っている。防御を固めよう。クラフト台だ。
素材を集めればミッション中でもクラフトすることができる。バリケードをクラフトする。次が来るわ、注意して。仲間からの連絡が入った。次の敵襲が始まったらしい。有刺鉄線バリケードだ。接触した敵にダメージを与えることができる。フェンスを設置する。幅と高さを合わせ持った基本的な防衛ユニットだ。防衛戦闘の一方、素材回収も忘れてはいけない。敵がいる。見つかるなよ。窓からの侵入。こちらからも敵だ。敵が入り込みやがった。マーカーを設置し、仲間に知らせる。素材回収に出ていた仲間が戻ってきた。敵を引き連れてきてしまったのか。素材回収中に発見されたようだな。なんとか撃退することができた。手を貸してくれ。来たぞ、次の襲撃だ。確保した段ボールから入手した素材で機銃をクラフトする。これで広範囲をカバーすることが可能になった。反対側からも敵が迫っている。こっちから来るぞ。今回は敵の数が多い。激戦だ。フェンスには重量に対する耐久度が存在する。多数のクリーチャーが取り付いたらその重みに長くは持たないだろう。敵の数がどんどん増えていく。これはまずい。フェンスが破壊されてしまった。大量の敵がなだれ込んでくる。防ぎきれない。入ったぞ。残念ながら撤退する。ミッション失敗だ。
メタルギアサバイブ TGS2016 プレイデモ、今回はここまで。ミッションは残念ながら失敗に終わったが、協力ミッションの魅力の一端をご覧いただけたかと思う。メタルギアサバイブにはこの他にも様々なミッションやステージが登場する。それらについては今後の情報にご期待いただきたい。今回は以上だ。最後までのご視聴に感謝する。